え待ってなんからすげえ今面白そうな記事見つけたんだけど、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ツイッターカッコ X で、えーっと、話題を検索、トレンド、 ニコニコ17周年。で、あ、見てこれ。待って、映っちゃいけないものはないよね。大丈夫そうです。ね。はい。これ見て。あなたがニコニコ動画で初めてしたコメントを覚えてますか初コメントと、その動画がデジタルカードに、コメントジェネシス、 レコーダーで調べてみよう。ニコニコ17周年特設サイトから見てみようぜ。僕なんてコメントしたんだろう。え、めっちゃ恥ずかしいコメントあったらどうしよう。何これ興味ない。初めてのコメント覚えてますかコメントジネシスレコーダーを生成する。 あなたが初めてしたコメント覚えてますか僕、コメントあんまりしなかったんだよな。昔 3DS から、その動画にコメントしてたのは覚えてる。コメントジネシスレコーダーニコニコ動画で初めてコメントした内容、1枚のカードに生成します。うわぁ、気になる。コメントを読み覚まして、カードを作る。リテさんが初めてコメントした内容、はこちら。え、何なんだろう レトルト VS アブ、スーパーマリオメーカー、クリア率0.03%。覚えてねえ。初めてのコメントは0.03%わらわらわら。らしいです、皆さん。レトルトさんとアブさんの実況動画に初めてコメントしたらしいです、僕は。全く記憶にございません。いつの動画投稿日2015年だって。2015年と僕、まだ、 何歳かは言わないけど。これ ID とか写っていいのへえ、そうなんだ。え、これちょっと写真に撮ろう。0.03%わらわらわらとコメントしたらしいよ。コメントした日時、2015年10月の1日。おそらく、街の駄菓子屋さんで、ネットつないで、3DS から、 ニコニコ動画開いて、コメントしたんだろうな、多分。誰が上げたのアブさんが上げたのか。アブさんの、スーパーマリオメーカー実況に、僕コメントしたらしいです。全く覚えてないです、僕。申し訳ないほど、覚えてない。でもやっぱ、わらわらわらってコメントは、 やっぱみんな草生やしてるね、これ。らしいよ。みんなもぜひ気に、気になった人は、えー、ニコニココメント、ジェネシスレコーダーで調べてみてくれ。2015年って僕まだガキンチョだったからなー全然知らなかったー今はコメントして、しないからなー YouTube も、 ツイッチも、てか配信とか動画にコメントしないから、なんだ、ツイッターのリプ編とかもしないからね。ツイッターでリプもらっても僕のツイートに。僕のツイートにリプがついても返さないからね。コミュ障だから。えー、知らなかった。ちょっとこれも見てみるか。気になるから。えっ、ー、と、トレンド。 私のニコニコ2023。で、これで診断できるらしいです。皆さん。私のニコニコ2023をまとめてみました。診断してみよう。あなたの2023年をニコニコで振り返ろう。僕ニコニコ最近あんま見てないからな。生放送27回、動画237回。 よく視聴したジャンルカテゴリー。ゲームえそんなあ,あ違う。アニメを46%。多分、マット動画とかだろうな。ゲームえ僕ゲームの動画なんて見たっけわかんない。エンターテイメントわかんない。書いてみたああ、これは、あれですね。音楽、サウンド。え、こんな、え、こんなしか聞いてないんだ。僕もっと聞いてるもんだと思ってたの。 《ってそう》